そろそろ狩らせてもらうよ。そろそろ狩らせてもらう。甘いわね。はぁ、何の真似かな。一つ痛い目に遭わせておこうか。行くわ。一つ痛い目に合わせておこうか。そのくらい。行くわ。殺しを感じて。この程度なのかな。そろそろ狩らせてもらうよ。さあ踊るがいい。何の真似かな。さて、印を渡してあげよう。口だけかい。はあ、この程度なのかな。そろそろ狩らせてもらう。このくらい。そろそろ狩らせてもらう。甘いわね。一つ痛い目に遭う。このくらい。行くわ。おやおや、口だけかい。行くわ。受けなさい。一つ痛い目に合わせておこうか。このくらい。行くわ。そろそろ狩らせてもらうよ。一つ痛い目に合わせておこうか。殺しを感じて。おやおや、口だけかい。殺しを感じて。では当然の結果よ。
マリアンヌ、私の可愛いマリアンヌ。別にやることに変わりはない。襲ってきたら消滅するだけ。風絶を解く。どうしたんですか？二人でおもちゃの棚なんか見て。うん、はい。うん、まあまあね。このボリューム感と形の良さが与える視覚的イメージと甘みのバランスが、まあまあ。あの、本当にいいんですか？おごってもらっちゃったりして。でも美味しいです、すごく。ねえユージ、フルーツパフェも頼んでいい？まだだけど、食べ終わる頃届くように頼むの。美味しかったから、他のパフェの味も試してみたい。そうよ、悪いの？そうだけど。私はこれでお腹いっぱいです。はい、それじゃあハーブティーを。集中。何？行ってみて。沿線の最初に現れたトモガラだからな。当然の考えと言えよう。ユージの周りに私がいれば、どこにいても状況は同じ。現れる敵は倒す。それだけ。どうかした？さあ、今日の鍛錬はこれまで。何か変なこと考えてたみたいね。うん、まあね。そんなことない。ユージが行きたいなら付き合ってもいいけど。またね。そんな機会があるのかしら。まあ、なかなかやるみたいだけど、まだしばらくは楽しめるかしら。今回の駒はこの間よりははるかに強かったはずだけど、それでも敵ではなかったみたいだし。でも駒はまだまだあるわよ。いつまで頑張れるかしら。せいぜい楽しんでちょうだいね。
結局は無駄になる刹那の踊りを。行きなさい。起きなさい、ユージ。また寝坊よ。何がわーよ。いつまで寝てるつもり？自分が頼んだ鍛錬に寝坊でお返しするなんて。言い訳しない。うん、早く来るのよ。ゆうちゃん、もうお腹いっぱいなの？あら、そう。シャナちゃんは？私は別に、いつもと同じ。ごめんください。まず挨拶くらいは返すべきでありましょうな。無礼千万。常の状況から考えて、私があなたに用を思いつくことは論外でありますな。無礼千万。まだそのような名で遠発尺眼の打ち手を、しかも気安く呼び捨てに。深い指導。虫を追い払っただけであります。悪い虫であります。あれではないのであります。何を？短期間に複数の共柄の襲撃を受けるという異常な情勢下に、向こうに海水浴など。どうしてビルヘルミナがそのこと？とりあえず戦況報告だけ。その戦況報告に関連した協議を調子の読み手と電話によって行ってみれば、ろくな対応策も取らず浮かれた遊興にふける情勢でないことは明白でありましょう。緩むにしてもいささか度が過ぎているように思われるのであります。対応策って言っても、出てきたら叩く、それだけのことでしょ。天上の豪華、あなたともあろうものが何とも野放図な方策を許すものでありますが。方針継続。そうは言うよな、ビルヘルミナ艦隊。全体状況が不文明なまま守りを固めたとて意味はあるまい。今まで通り、有事を守るって基本方針は同じ。場所がどこになっても私がやることは変わらない。
あいつは確かに消滅した。いずれにせよ、この地にあるもう一人のフレイムヘイズも加えて直接協議すべきでありましょう。もう一人、調子の読み手に蹂躙の僧が。分かった。自在師としての意見も聞いてみたいし。ゆうちゃん、お客様。あら、そんな玄関先で立ち話を。おはようございます、カルメルさん。どうぞ、上がってくださいな。おはようございます。いえ、何も。奥様もお構いなく。要件はすでに完遂しているのであります。でも、せっかくいらしたんですから、お茶でもいかがです？しかし…そうおっしゃらずに。上がらせてもらえば？ちぐさのお茶は美味しいって、いつも言ってるじゃない。そこまで進められては断りにくいでありますな。気色まんねん。あら、黙るであります。ではお言葉に甘えてお邪魔を。はい、どうぞどうぞ。シャナちゃんもいらっしゃい。みんなでお茶にしましょう。今日は朝からお客様の多い日ね。お願いね。あ、おはようございます。これよかったら。ケーキなんですけど。焼いて、それでもしよかったらお裾分けにって。はい。あ、はい、もちろんどうぞ。あ、はい、ありがとうございます。は酒井くん用なので。いえ、酒井くんのと私の家の分と2つ作ったってことで。いえ、そんなこと。あ、今のは美味しくないって意味じゃ。ユージ、何やってるの？お茶が冷めちゃう。見せつけに来るなんて。シュナちゃん、やっぱり一日中酒井くん家に入り浸って。知らない。シュナちゃん、どうしたの？ゆうちゃん、お母さん。あら、吉田さん、こんにちは。今日はどうしたの？そのけ
ゆうちゃんが持ってる？これを持ってきてくれたの？はい。ゆうちゃん、ちゃんとお礼は言った？あら、そうかしら。何？それは、その、私が…じゃあ、ゆうちゃんがちゃんと責任を取って、うまく収めなさいね。それがわからないのなら、なおさら責任重大よ。ゆうちゃんたら、どうせ吉田さんのケーキについて話してる中で、無神経な失言でもしちゃったんでしょうし。とにかくちゃんとしなさい。そろそろ私に言われるまでもなく、ね。じゃあ、このケーキは冷蔵庫に入れて大丈夫かしら、吉田さん。はい、お願いします。それで、どうするつもりでありますか？奥様の苦労が忍ばれるのであります。私はこれから宣告の件を協議するため、調子の読み手のもとを訪ねるつもりだったのでありますが、肝心の円髪尺眼の打ち手が舌の根も乾かぬうちに0時迷子のミステスを放置して出て行ってしまったようでありますな。宣告の件？とりあえずあなたの行動指針から受けたまわるのであります。即断即決。うむ、まあまあの回答でありますな。提案公平。では先に調子の読み手と合流しておいてほしいのであります。では。あの酒井君。いえ。私も一緒に行っていいですか？でもこのままじゃ後味も悪いですし、それにマージョリーさんならさっきのこと間を取り持ってくれるかもしれません。ダメですか？じゃあお願いします。